皆さんこんにちは、ニューハーフ YouTuber のヒカリンです。このチャンネルは私に関連性の高い話題や私が興味を持って調べたテーマなどを勉強して発表する大人の学習発表会です。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今回のテーマは性風俗の歴史というわけで、以前の動画遊郭の歴史では昔の日本の性風俗遊郭の話をしました。今回は遊郭衰退後の日本の性風俗がどうなっていったかと、現在の性風俗の概要を少しお話しさせていただきます。実は私も元風俗嬢でして、30代後半頃に 1,2 年ほどニューハーフデリヘル嬢として働いてた経験があるんですけど、40になる前に引退して現在は 99% 活動はしていないんですけど、そんな実際に性風俗業界に身を置いていた私が性風俗の話をするということで、少し興味を持ってもらいましたか？それでは本編に入りたいと思います。以前の動画遊郭の歴史と若干内容は被りますが、遊郭の衰退からお話しします。江戸時代から続いていた遊郭などの交渉制度は人身売買を伴うことも多くあったため、明治維新以降は外国からの批判もあり、近代的な人権の観点から廃止の動きが進みます。そして1872年明治5年には明治政府より芸商庫開放令が出されましたが、その翌年には貸出式都政規則が出され、遊郭は貸出式として存続していました。実際遊女やそこで働く人たちにとっては遊郭が生活の拠点であり、そこでの暮らしが保障されていた側面もありました。この法律によって公認の遊郭や非公認の飯盛旅籠、師匠街なども免許を受けて戦前までは存続します。1924年大正13年における全国の許可地は545箇所、業者は約1万1200件、商戸は約5万2000人にも及びました。第二次世界大戦後、敗戦国である日本は、連合国最高司令官総司令部、まあ、要するに GHQ ですね。GHQ による占領政策の中で、民主化改革の一環として、1946年、昭和21年に交渉廃止指令が出され、遊郭を含む交渉制度は、事実上廃止されます。しかし、ここでも抜け道が生まれます。それが、いわゆる赤線地帯などと呼ばれていた地域です。政府が貸出式などの交渉制度を廃止した影響で、外商、要は街角で売春する女性ですね。ストリートガールとか夜の女とかとも呼ばれてますが、その外商が増加したんですね。まあ当然といえば当然ですよね。売春を生業にしていた女性たちがいきなり、はい、今日からあなたたち廃業でーすって言われても、他の仕事になかなか移れないですよね。警察はこういう外傷を次々と検挙していったんですが、まあ、実際には東京では吉原、新宿2丁目などの貸出式などは飲食店などに看板を変えて風俗営業許可を取ることにより存続していました。ここでは売春婦は飲食店の部屋を借りて住んでいて、そこに遊びに来たお客と恋愛に陥りプレゼントを受け取るという形式でした。戦前から警察では遊郭などの風俗営業が認められる地域を地図に赤い線で囲んで表示しており、これが赤線の語源です。赤線及び類似地帯は1952年、昭和27年当時全国に618箇所、業者は約1万8000件存在しました。え、なんで増えとるやないかーいこれツッコミどころですよね。交渉廃止令が出て、遊郭とか禁止になって、街に遊女が溢れて、政府が救済措置っぽいことやったら、逆に増えとるやないかーいってね。赤線の他に、青線というのもあるんですけど、青線は非合法で売春が行われていた地域のことで、赤線のように青線も警察が地図に青い線で示していた場所と、思われているんですけども、実際にはこれは当時の新聞記者が赤線に対して
青線っていう読者に分かりやすくするための造語だったと言われています。そして1956年、昭和31年に売春防止法が制定されます。売春とは対象を受けまたは受ける約束で不特定の相手方と性交することと定義され、何人も売春をしまたはその相手方となってはならないとされています。この法律の制定により業者らはもうダメだ、政府は本気で我々を殺しに来ているってなって、売春防止法の完全施行の1958年昭和33年の4月になる前に赤線内の風俗店は一斉に廃業しました。店舗はバーやスナックや料亭などの飲食店に転向するもの、旅館、ラブホテル、公衆浴場、アパートなどになるもの、ソープランドになるもの、密かに風俗営業を続けるものなど様々でした。聞いてる方の中には、あれ？確かソープランドって本番 OK な風俗だよね、それって違法じゃないの？って思った方もいると思います。ぶっちゃけて言えばソープランドは、まあ、グレーゾーンと言えると思います。これは風営法の話になってきて、また長い説明が必要になっちゃいますので、また別の機会に詳しく解説しようと思いますが、日本の風営法ではソープランドは性風俗特殊営業の中の店舗型性風俗特殊営業の1号営業で、浴場業の施設として個室を設け、異性の客に接触する勤務を提供する営業となっています。つまり風営法上ソープランドは本番をする場所ではなく、あくまで個室についているお風呂で異性、まあほとんどの場合女性ですけど、異性に体を洗ってもらうだけの施設なんですね。その中で実際に何が行われているかはお店側は関与してませんよって体で、でもこれって赤線時代の飲食店の一室に売春婦が住んでいて、そこにお客がってのと、まあ、大して違いないように思いますけどね。はい、いかがでしたか？性風俗の近代史、太古の時代から形を変えながら脈々と受け継がれている性風俗の世界、時代が変わり法律が変わりながらもたくましく生き抜いてきた性風俗業界、人間の三大欲求の一つの性欲ですから、今後も存続し続ける業界だと思います。青少年健全育成のために性風俗なんてなくすべきだ、女性蔑視だみたいなことを言う人もいますが、性風俗による性犯罪の抑制効果もあると思いますし、必要悪ではないですが、なくなったら困るっていう人は多いと思います。2年ぐらい前の新型コロナウイルスが流行り出した頃に、人気芸人のナインティナインの岡村隆史さんがラジオ番組で、コロナが明けたら美人さんが風俗場をやりますみたいな発言をして炎上してたこともありましたよね。そもそも風俗で働くことが悪いことみたいに思われてる証拠ですよね。性風俗で働く主に女性の方も、以前は風俗に落ちるとか、風俗は暴力団の資金源になってるとか言われてましたが、現在はほとんどの性風俗店は健全な経営をしていると言えます。性風俗は立派なお仕事です。性風俗は心と体の性のカウンセリング、そこで働く人は性のカウンセラーです。私はこれからも性風俗業界を応援しています。はい、今回の動画はここまでです。この動画が気に入ってくれた方は、ぜひぜひ高評価をよろしくお願いします。それではまた、ひかりんでした。バイバーイ。